て帰ってきたぞ帰ってきたぞウルトラマこんなとこに車があるんだ。キチガイ、どうしてくれんだよ。どうしてくれるったってよ。そんなこと言ったって俺はまっすぐ走ろうつきたんだ。まっすぐだと、おおふざけねえ。あれでまっすぐならなおめえのメーター節穴がラジだぞ。いや、おい一体どうしてくれんだよ。いや、おお危ねえじゃん。何すんだやめえ。そのセフがな、おおとにかく俺はな左側をちゃんと走ろうつきたんだ。それで左側だと、おう、この左負けげえな。おお、何つんだよ。おい、やるのか、この野郎。たの野郎、いや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 、目が、たの野郎、やろ、たの野郎、たの野郎。おい、おい、見ろよ。ほら、やってるやってるよ、ほら。真っ昼間から酔っ払い運転だなんて最低ね。うん、さあ、行きましょう。うんうんうん、あっち行こうか。うん、こっち。こっち。レレレあああ痛。おかしいな。どうしたのかしら。わからない。まっすぐ歩いてたんだけどな。キツネでも出んのかしらね。まさか。大丈夫？人の車に勝手にぶつけやがって。まあまあまあ、俺が悪いなんて言い草あるか。でやね、お前さんよ、俺はね、絶対にセンターラインをオーバーしちゃいねえんだよ。俺はまっすぐ走ってたら、そしたらいつの間にかよ、ドスーンと。何、おめえはどう？お前さん、赤字ありませんか？赤字？どうしたんだ？喧嘩でもしたのかね。そうじゃないんですよ。まっすぐ歩いてたのに、崖から落っこっちゃって。何？不思議なこともあればあるもんだずら。ぶつけたり落ちたり、この一月の間に妙なことがかれこれ実験もあったずら。まあまあ、とにかくここに濡れし、気ぃつけたな。まあ結果としてはどれも単純な衝突事故なんだが、ぶつけたドライバーは一様に自分はまっすぐ進んでたと言って、誰一人運転ミスを認めようとしないんだ。そりゃそうですよ。認めれば全額保証でひどい目に遭いますからね。うん、しかし警察の調べでは現状の状況から言ってありえないような正面衝突だと言うんだ。地図の印を見ると主としてこのハイウェイ近辺に限られているようですね。そうだ、この辺一帯が一種のミステリーゾーンになってるっていうわけだな。ミステリーゾーンか。しかし光線が歪んで物体があるべきところからずれて見えるなんてことがあり得るのかな。まあとにかく調べてみるか。この種の事故が万一ジェット機に発生してみたまえ、重大な国際問題に発展しかねないからな。事件調査のため、まず郷隊員が秘密裏に現場に派遣された。具合どうですか？すいません、ぶつけたりして。マットの方ですね。気にしないでください。
それより一体どうしてセンターラインをオーバーしたんですか。それがわからないんです。私は反対にあなたの車がラインをオーバーしてきたような気がして、それでハンドルを右に切ったんです。今までの事故がみんな同じようだ。あまりくよくよ考えないでください。これはきっとあなたの運転ミスじゃありませんよ。そうでしょうか。いや、ならありがたいんですが。これは何者か不思議な力を持ったやつの仕業だと思いますよ。この記録によりますと、事件発生時の天候はいつも晴天のようです。曇りとか雨の日にはないわけですか。そうです。晴れた昼前に限られてるわけです、うん、他に何か、例えば富士山に何かあるとか。ええ。どうぞ。あ、どうも。これは不思議だ。事故のあった時には必ず富士山に笠雲がかかってます。笠雲。はい、これは富士山に特有な雲でしてね、晴れた日に時々傘をかぶったような雲がかかることがあるんです。笠雲が光線を曲げるというようなことがありますか。まさか。土地の人間は笠雲が出ると翌日は雨だなんて言いますがね。どうしました。失礼します。あの雲だ。山頂まで20キロか。緊急連絡です。何？富士山頂に怪獣が現れました。この怪獣は太陽光線を曲げる力を持っているようです。晴れた日に現れ、富士山の笠雲の中に隠れてるんです。見えてるんだ。
大丈夫ですか。これほどの誤差があるとは思わなかった。大丈夫かな。レーザー光線で攻撃する。了解。今度は俺がやってみる。奴は太陽光線がなければ威力を発揮できないんですよ。明朝の日の出とともに怪獣はまた姿を現すだろう。衝突事故が起こらぬうちに必ず仕留めよう。それがマットの連中にできるかな。光線が曲がるなど貴様ら地球人には想像もつくまい。貴様何者だ。私は第七銀河系のストラステリジンだ。この地球に混乱を巻き起こして滅ぼそうとパラゴン怪獣を送り込んだのだ。この地球をどうしようというのだ。この地球は山あり海あり、まことに綺麗な星だ。この地球をわしらの星座の別荘にしようと思ってな。どうだね、マットの少女。無駄な抵抗はやめて、すんなりと地球を明け渡さないかね。そうすれば、地球人の命だけは保証するよ。黙れ。そんなことは、マットの命にかけて。撃っても無駄だぞ。私には光を曲げる力があると言っておるのに。何？本当の私はどこだと？この岩の裏側だよ。チキショー、この地球をあんな化け物の別荘にされてたまるか。だがこれは容易ならん敵だぞ。奴が自由に光を曲げられるとすれば、我々に怪獣の本当の位置がどうしてわかるんだねえ隊長。うん、俺も今そのことを考えてた。富士山頂の怪獣はストラ星人の作り出した蜃気楼なのかもしれんぞ。すると我々は忍者と戦ってるようなもんですね。いや、手がかりはあるんだ。山頂とこの事故現場を結ぶ線のどこかに怪獣は潜んでるはずだ。明日俺と岸田は空からレーダーで探索しよう。はい。君たちは山頂へ向かって進みながら我々の位置を確認してくれたまえ。はい、はい、よし。俺たちの目がダメなら、あとは電波という手がある。誘導ミサイルで必ず仕留めてやるぞ。しかし、なんだ。ストラ星人が自由に光を変えられるならば、電波。ゴー、お前我々の科学を信じないのか。いえ、科学的な心配をしてるんですよ。よさないか。仮にも俺たちはマット隊員なんだぞ。やめろ。早く休んで明日の攻撃に備えろ。よし、今日は騙されんぞ。よし、行くぞ。
岸田隊員、これから景気機構に入る。レーダーに注意しろ。了解。隊長、レーダーが怪獣を捉えました。やはり山頂の怪獣は蜃気楼です。本物は山梨側の8号目あたりの模様です。よし、誘導ミサイルの発射準備。まず俺が攻撃する。こっちに落ちてくるぞ。大丈夫か。攻撃中止、攻撃中止。バカめ、我々は光波も電波も赤外線も全ての電磁波を自由に変えられるのだ。だ、中止だ。直ちに攻撃中止。畜生、俺は蜃気楼なんかには騙されんぞ。レーダーが狂っているのに何にも知らないの。レーダーも狂ってんだ。しぶといやつだ。マットは狂ってる。そう、これでマットも崩壊だ。そう。ゴーゴーゴー。どこにいるのか、ウルトラマンにも分かるものか。ウルトラマンのブレスレットは太陽光線に強烈な振動を与えたのである。どうしたわけだ、光線が曲がらなくなった。怪獣はとうとう本当の位置に姿を現した。Yeah!
やはりウルトラマンの力は素晴らしい。おーい、あ、ゴーだ。おーい、ゴー、ちょっと待った。当てにはならないぞ。もしかしたらあれはゴーの影かもしれない。よし。おい、やっぱり本物でした。最高。はい。氷の湖面から出現したマシン怪獣古代ゴンの正体は何か。伊吹隊長を狙うグロテス星人とは。マットが危ない。ウルトラマンのブレスレットが飛ぶ。さあ来週もみんなで見よう。